相馬会が引き返してる。分かった、何かあったら連絡してくれ。エイトさん、相馬会が引いたみたいです。そうか、亮太からも連絡があった。聞いたから。エイトさん、頭見つかったんですか。まだだ。たくこんな時に何してんだよ。うちの頭はよ。どこ？やっと覚めたね。しかし、よう寝とったな。お前、どういうつもりだよ。とっけよ、この野郎。ただじゃ済まさねえぞ。おお、元気がええの。なんだよお前、どこだよ。おまん2時間の彼女じゃろ。やつの弱点握っときゃなんとか使えるぜよ。はぁ、あ、あれがかつての無限郷のアジト、通称無限城。今東馬会がアジトにしているわ。犬神トーマはあの最上階にいれば。犬神の野郎、絶対許さねえ。
どうした高志。人がせっかく来てんのに留守してんじゃねえよ。誰だお前。東魔界一番隊隊長先々翼だ。お前らの資格は俺様だ。光栄に思えよ。なあトーマ、自分より大事なやつ作れよ。なんでですか。なんでか教えてやるよ。それはな、あんたが教えてくれたこと全部ぶち壊してやるよ。虹かぶっ殺してな。虹丸組はもう負けたようなもんだろ。捕まえたらもう二度と外歩けねえようにしてやろうぜ。うちの連中を何だって。何だてめえ。やっぱりあいつら置いてきてよかったぜ。てめえは虹丸組、虹川純だ。一人で来たのか。バカかおめえは。虹川が来たぞ。一人で。了解。おい、来いや。面白い。いいハンデだ。ジェン、フライングだぜ。お前ら。無限城内部の図だ。最上階に行くには4つのフロアを抜けなきゃいけない。これを ABCD とつなが。 A のフロア、今偵察させて入った情報だとここはかなり人数が多い。団体様ならお前だろ、サンタ。B のフロア、ここには2人、
過去2年の空手の県大会優勝者がいる。なんでそんな奴らがいるんだ。どうせ金で買収したんだろう。亮太、お前はここだ。ああ、相手は打撃系だ。ここは柔道やってる。お前に頼みたい。空手対柔道か。因縁感じるね。伊達にやってねえかんな。任しとけ。C のフロア、ここはウワッツー東馬界でもパワー押しで戦うやつが古文を従えている。雑魚は問題ねえが、このウワッツーやつが少し厄介だ。パワー押しの相手ならトシが一番いいと思ってる。分かった。学と順平は後からフォローに回れ。はい。いいか、一人でも多くの東馬会の奴らをこっちに引きつける。その間に純を上に行かせるぞ。この怠慢勝負にハンディはつけさせねえ。りょうぴん気をつけてね。シーターが監視のようなことはしねえぜ。帰りを待ってくれ。言うねえ亮太、その顔で。作戦通り行くか。作戦？エイトが考えた作戦だ。なんで来た？あなたの約束、この目で見たくなったわ。たまには副長らしいことさせてくれよ。エイト、行こうよ、こっち。エイト、任せたぞ。やっさ。虹川が来たようです。一人で？いや、十文字誠と一緒らしいです。そうなん？彼氏の二次会が来たよやの。女と一緒らしいぜよ。浮気しとるかもしれんね。だから彼氏でも彼女でもねえっつってんだろ。お前ムキになっとるで。やっぱり当たりちゃの。違うっつってんだろ。バカか、絶対違う。変なこと言ったら殺すよ。二次会も趣味悪いな。お前に趣味とかやりたくねえんだよ。もうほどけよ。任せろ。純、行くぞ。こっちよ。おい、Yeah!
俺の番ね。じゃあ頼んだぞ。おう、あっちよ。待ってるぜ。ここは俺だ。俺に任せろ。行くわよ。
我慢せえや。うわあ、どうした、もっと強い上司来いや。やれやれ、こんな目立つところで大立ち回りしてくれちゃってよ。虹丸組の副長はそうクールって聞いてたけど意外だな。本当は偉いなにわ節なんだね。お前東馬会の幹部か。虹川をやりに来たけど、まあいいや、お前からで。ありがたいぜ、純の代わり俺が引き受けてやるぜ。俺が東馬会にいるのは毎日喧嘩ができるからだ。喧嘩は楽しまねえとな。ああ、おめえんとこの年少にいるやつと同じだよ。同じだ、ふざけたこと言ってんじゃねえ。俺は純みたいに喧嘩の天才でも、正丸みてえに鉄の拳を持ってねえ。だけど俺は虹丸組副長立花エイトだ。いい仲間じゃねえか。みんな悲しんでる。あ？行くぞ。おう。後からフォローって結構緊張するな。俊平、今までありがとう。楽しかった。死んでもまた友達でいような。
なんじゃ侵入者二次川淳と十文字真子って聞いたがや。下でもネズミが暴れとるっちゃね。十文字真子、おまんにはこの場で消えてもらう気に覚悟しや。それが愛するトーマのためじゃき。トーマの知り合い？そうや。うちは愛するトーマのためやったら何でもしたるけ。大丈夫、姉さん。下がっちょれ。マコ。大丈夫。下がってて。これは女同士の怠慢だから。あなたは先を行って早く。さあ純。ああ、おまんのこともトーマ無傷で連れてこい言うたき。じゃがおまんはトーマを憎んじょる。トーマをダメにする女じゃ。生かしとかんぜよ。なんで疎外根性見せるてよ。彼女じゃ。彼女？すげえよ。なんで私が。隠さんでもおまん見ればわかるわ。うちも愛するトーマのためにあんたが拉致したの。トーマの命令。うちの独断じゃ。トーマのためなら何でもしたるけ。こいつがどうなってもいいのかよ。こらこら、さっきからずっと見てたけど、みっともない真似しちゃダメじゃないですか。怠慢でしょ。ぶーたれるやつは女だからって許されねえぞ。この勝負、お前らの負けだよ。ま、おっぱいの数だったら、まこさんの負けっすけどね。冗談っすよ。さて、行きましょうか。どこへ？だいたい京春さん、ここに何しに来たの？マコさんと同じだよ。
誠の残したものをどんな奴が受け継ぐのか、それを見届けに来たんだ。行きましょう。チッとは楽しめるぜ。だが残念だけど、これでジ・エンドだ。しようと思っただけだ。道連れって泣けんかっつっとも楽しかねえよ。だろうよな。つまりお前とうちの喧嘩は似ちゃいねえってことだ。二度と俺の仲間軽く語るんじゃねえよ。ジョギーしたか。おい、行くぞ。はいはい、来いよ、おっさん、置いてくぞ。いやー、これくらい下からの方が景色がいいんすよね。景色？ほら。何も見てませんよ、本当に。減るもんじゃないし。しかしよ、犬神トーマって卑怯な野郎だよな。てっぺん取って正々堂々と手に入れりゃいいじゃねえかよ。権力と金で盗み出すなんてよ。遺産は譲られるものではなく奪うもの、
それが誠を超えることになる。そう考えたのかな、トーマ君は。知り合いなの？のちのロンスよ。あれは確か誠が死ぬ1年くらい前だったかな。集会が跳ねた帰り道、家出をしていたトーマ君を誠が道端で拾った。誠は何もかも直感で判断するやつだったから、トーマ君の何かが心に触れたんだろう。驚いたことに、そのまま真子さんと二人で暮らす自分のアパートに住まわしまった。何の事情も聞かずに。3ヶ月トーマと一緒に暮らしたわ。同い年だけどまるで弟のように思ってた。じゃあ十文字誠は犬神トーマの恩人じゃん。感謝してもなんで憎んだりすんだよ。さあ、それはトーマ君の心の問題ですからね。ただ今のトーマは強い。狂気のパワーだ。強さだけならあの頃の誠よりも強いかもしれない。無限鏡の総長より。よう来てやったぜ、犬神。おう、今日は貴様の曲を書いてやるよ、虹川。インフィニティゴールドはこの中だ。今ここで開けて見せてやろうか、虹川。ほれ。ん？ほれ。ん？
死に集中させるためのフェイク。俺の本領はあくまでもパワー。相手に声も出させずに締め殺す必殺技、サウンドオブサイレンスだ。終局なんにしか。わざわざ思いついちまったからよ。何なんだこいつは。何で俺の技を食らって立ち上がるやつだ。しかも今思いついて必殺技、小学生かこいつは。その上俺に勝つ気満々のその目。貴様の必殺技見せてみろよ。
俺のパワーで叩き捨ててやるよ。二度目はねえぞ。行くぞ。茶番に付き合う気がさらさらねえ。死ね。舐めたバカ笑いしてんじゃねえさ。俺にもな、てめえぶん殴る拳があんだよ。マコトさん、何言ってんだてめえ。ギャラリーに聞い取られてんじゃねえぞ。バカな、認めねえ。俺は認めねえぞ。俺の必殺技、予告ストレートが炸裂するぜ。必殺技なんてあったのかよあいつ。いいか、今からてめえの顔面に右ストレートをぶち込む。次は左ストレート。予告したからには当てなきゃなんね。だから当たる。それが必殺予告ストレートだ。バカだ。どうか。面白え兄ちゃんっすね。あれが虹丸組かしら。虹川純。まことも似たようなこと言ってたっけな。兄貴が暗示って言っちまえばまあそうなんだけど、当てるまことの動きはマジで疾風だったよ。ボンボンのくせにいい根性持ってんじゃねえかよ犬神。こっから先は小細工なしでとことんやってやるぜ。誠を殺したのはトーマじゃない。分かってんだろ、マコさん。ぶっ潰してやりてえや。なあ、いいこと思いついたんだけどさ、これに細工して事故らして殺してやろうぜ。いいね、やってやろうぜ。やめろおれ。まあ黙ってそこで大好きな総長さんの絶痛が葬られるの見てろ。その細工で誠は死んだ。細工の現場を見つけたトーマは奴らを必死で止めようとしたんだ。だけどまだ中一だったトーマのかなう連中ではなかった。トーマは細工を知らせることもできずに手錠でつながれちまった。
分かってるよ清春さん。トーマは兄貴を守ろうとしてくれたんだって。でもね、どうしても頭から離れない。あの時トーマが止めてくれたら、あの時トーマが誰かに知らせてくれたら、なんでそんな風に思っちゃうんだろう。マコさん殺したのは俺だよ。俺が殺したんだ。トーマ。俺は憎い。憎くて憎くてたまんねえ。俺の中にでっけえ足跡だけ残していっちまったあの人が。トーマ、自分より大事なやつ作れ。なんでですか。それはな、強くなれるからだよ。その目は。あんたはまたそんな哀れみの目で俺を見るのかよ。そんな目で俺を見るのは絶対許さねえ。惚れた女に哀れまれるくらいなら憎まれた方が100倍マシだ。そんな狂いつらして誰もついてきちゃくれねえぞ。誰もだ。よっしゃー、気合入れていくぜー。トーマ会ってのはよ、なりはでけえけどトロトロだろ。だからそれがどうしたじゃねえだろ。それでも頭張ってんのかてめえ。貴様取るのはよ、最強の男じゃねえ、最強のスイムだろ。だったらよ、うちに決まってんだよ。西丸組がもらうんだよ。イサムは最強の男のもんだ。誰にも渡さねえ。俺がこの手で壊して打ち壊すんだよ。虹川純は最上階にいる。一気に行くぞ。負けんじゃねえぞ。おい
達だ。俺の勝ちだ。本当に勝ったんだ。やべえ。純。これで完全に沢は俺のもんだ。もう誰一人死の子の言わせで。こいつをどうしようか、俺の自由だ。こんなはな。勝った。俺はあんたに勝ったぜ、十文字誠。見たかよ、2時間は。これが俺たちが必死に争ってた正体だぜ。こんなよ、こんな金で買えるようなもんが、これが誠さんが残したもんかよ。ふざけやがって。その金塊は遺産でも何でもねえ、ただのフェイクだ、トーマ君。お前みたいにフライングして掘り出すやつ用のな。本物の遺産が埋まってる場所は俺たち無限鏡の幹部しか知らねえよ。この町のてっぺんに立ってもその金塊が遺産だと思って喜んでいるような奴らは所詮は偽物だ。そんな奴らに誠を残したものを渡せねえから仕組んだフェイクなんだよ。本気で誠を残した遺産ぶち壊してえって思うんだったらグダグダ泣くこと言ってねえで、目の前の男倒して本物になってみろ、トーマ。ヨハルさん、何見てたんだよ。俺はたった今。あ、本物だな、フェイクだろ。小難しいこと言ってんじゃねえ。俺たちは
魔に踊らされて血流してきたんじゃねえんだよ。俺たちの大事なもんは、俺たちの遺産ってやつは、あの時気持ちで交わした約束なんだよ。だってよ。ありがてえな。俺らにもバッチリ見せ場用意してくれてよ。シータンに約束しちゃったしな。どうよ。どうもクソもやるまでだ。頭。俺たちが最強にじまる組だ。エイト、リョータ、トシソ、お前ら受け持ち二重。サンタはいつも通り一人頭たったの十だ。楽勝だろ。調子に乗ってんじゃねえぞ。てめえら一人残らずぶっ殺してやるよ。やめとけ。え？うん？そいつは虹川はこの俺に勝った男だ。お前らが千人束になっても勝てやしねえよ。トーマさん、嘘じゃん。うちは新人が、あんたが負けて、しかもそいつを認めるなんて、そんな、そんなドーマじゃないき。自分でも驚いてるぜ。けどよ、誰よりもおっかねえ人の声が聞こえちまうんだよ。チームの無駄な血を流すんじゃねえって。クソッと。トーマ、怠慢で負けた男に駆け寄ってどうしようって言うんです。あいつは女のスカートで泣くような男じゃないっすよ。誠の後輩だからな。うっ、うっ、真子さん、
骨はフェイクだ。フェイクだったんだよ全部。別に来んなよ虹川ちゃん。バカ野郎、俺の勝手だ犬神とお前。この喧嘩どうまかいの負けだ。お祈りが効いたよ。やってよあの子たち。やったー、もう滑った。あのさ、私の恋愛も祈ってくれない？最近男運悪くってさ。結構ハードル高いですね。なんだと。やってみます。犬神が負けた？俺もとんだ見込み違いをしていたようだな。ああ知ってるか？ピエロは宮廷道化師って言ってな、中世ヨーロッパでは宮廷の中に入ることも唯一権力者を茶化すこともできた。だがもう俺の道化もおしまいよ。何わけのわからねえこと言ってんだ。汚ねえ真似ばかりしやがって。何者だてめえ。汚ねえのはお互い様だろう。百坊の柊さん、うん、ああうちの隆はてめえみたいなクソ野郎と一緒にすんじゃねえ。郷さん、よく立ってられんぜ。さすが御剣豪。腐った魚みたいな目で笑ってんじゃねえ。気持ち悪いぜ。傷つくぜ。見た目で決めんなよ。
俺は菅沼のもんだ。菅沼、お前まさか新無限教か。そうよ、東魔界に潜入しても心はいつも新無限教よ。狙いは何だ？インフィニティゴールドか。奈良市田に他に何があるんだよ。もともとあれは新無限教のもんだからよ、返してもらわねえとな。ふざけんな！西丸組はよ、血流してうちら破って東魔界の相手してよ、奈良市内中に遺産を手にすることを認めさせたんだ。なのにお前は横から。俺は西丸組でも何でもねえけどよ、お前だけは許さねえ。三剣号、お前の名前覚えておいてやるよ。でもな、虹丸組は潰す。この野郎、虹丸組。あ、そうだ、インフィニティゴールドってなんすか。なんだろうな、なぜだろう。素直に喜べないのは。なんで無限城いたんだよ。はあ、私監禁されてたんだよ。そうなの。知らなかった。純平、私が助け求めたのに手振り返しやがっただろう。あん時純平、誰も心配してなかったのかよ。心配してたぜ。やっぱりエイトだな。エイトさんだろ。2時間は心配してたか。なあ、あ、うん、すっげえ気になったんだけどさ、おう、うん、この人誰。はあ、スルーかよ。ああ、この人はね、通りすがりの
ただの元無限鏡副長っす。この人が伝説の本物の陰線の場所を教えてくれるって。そうそう、心配しなくてもフェイクじゃない本物の遺産をね。大丈夫かよこんなエロ親父。ミキ、でもそうっすね、あんたたちには少し聞いといてほしいな。十文字誠がどんな男だったのかを。俺とお前の対マンだ。3人なら無限に飛べると思ったんだよ。預かりもん返すぜ。これがインフィニティゴールドだ。やるじゃねえかてめえ。あの犬神トーマと3回戦って3回勝った男。ざまあねえな虹川、てめえに最強を名乗る資格はねえ。お調子者の虹川に続いておめえをやっときゃあとは宇月のデグだけだ。どんな手使おうが天下取ったもんの勝ちよ。純の頭割ったきじめ取らしてもらうぞ。生きてたら連絡くれよ。最強の証は私たち四季森ファミリーがいただくわ。俺は両手両足ぶん取られてもてめえをぶっ倒す。それでダチを助けに行くんだよ。